受験生のメンタルを全回復する二人組。ツイッターで受験生向けのメッセージを更新、中学生向けの本も出しているよ。カサニマロ。どうも、カサニマロ理系担当ベタと。どうも、カサニマロ文系担当ひなとです。はい、ということで、この動画はもう最初から最後まで見といてくださいということで、実は皆さんのね、隣の席とか、前後の席とか、まあ、少なくともクラスに、まあ、4、5人はいます。で、サイコパスっていうのは、まあ、心理学的にはね、もっと違う概念なんですけど、まあ、一般的にサイコパスというふうにね、言いたくなるような友達の特徴を今から教えておきますので、こういう友達とはね、もうなんか最低限のね、うっすらした付き合いはもちろんね、まあ、人間同士ですね、そういうのはやらないといけないですけれども、なんかご飯誘われたりとか、なんか弁当一緒に食おうぜっていう時はちょっと勉強するわっていう風に、なんかいい感じに避けながらいい距離感をね保っていった方がいい友達の特徴を紹介していきますので、ぜひとも最初から最後まで見てください。はいはい、一つ目マウントを取る人ということでございますね。これは多いね、クラスに3人はいます。そう、でもしかもこれマウントを取ってるっていう意識も別にないんですよね。でしかもマウント取られた側も気づいてないケースがあるんですよ。要はこれどういうマウントかっていうと、切片のマウントもありますし、傾きのマウントもあります。これ1時間数の話してるんですけど、まず切片マウントっていう風なのは、今の点数が80点なんだよねっていうマウントのことを言います。でこれ下ですね、傾きマウントっていう風なのは、こんだけ伸びたよ、すごくない、この間の模試から30点も上がったんだけどすごくねっていう風なのが傾きマウント。どっちのパターンもありますけれども、どっちも効かない環境を作ってください。でそうすると、じゃあ例えば今英語さ、なんか80点しか取れないんだけどさって言ってきたとするじゃないですか。でその人としては本当に9割取りたいから8割しか取れないっていう表現をしてるんですけど、でもこっちからしたら今6割7割やし、なんなら5割の人もいるわけじゃないですか。で8割しかっていう風に言われたら、なんかちょっとんってなりますよね。でそうするとどうなるかっていうと、やっぱり劣等感とかストレスを感じやすくなるんですよ。で劣等感とストレスって、これめちゃくちゃ良くなくて、モチベーションを下げるもう原因、もう玉になってくるんですね。劣等感っていうのはモチベーションを下げる玉、ストレスっていうのはモチベーションを下げる玉なんですよ。でこの玉2つとも持ってる状態で、やっぱ勉強しにくいじゃないですか。だからこういうマウント取ってるかもなぐらいで、やっぱりこういうのは避けといてくださいというのが丸一番ね。まあ、あともう一個マウント取るマンで思い出したのは、普通だと前期落ちて、あの後期広島大学来たんですけども、あれ後期広島大学受けんねんって言ったら、え俺神戸受けるわみたいな、広島なんよへーみたいな、受かってへんやんお互い。あんなその受ける大学マウント、受ける大学やし受かってないしっていうね、そういうないマウントとかもあったりするので、まあそういう人は気をつけてくださいって感じはね、まだ皆さんは中卒なんだっていうことをしっかり理解しておいてほしいな。でマウント取ってくるやつもまだ中卒っていうことなのでね、今から、今からもえげつないことして退学になることもあるんで、それは大卒気取りやからね、そういう人ね。そうです中卒ですからね、まだ、はい、まだ中卒です。というのも丸2番いきましょう。はい、教えてくれくれ星人ですね。はい、まあこれ、まあ、テイカーって言われる人ですね。まあ、何でも例えば、大学の方が結構これはよくいるかなっていう風に思うんですけども、今日の授業何やったみたいなとか、あとは高校やったら今日寝てたからちょっとノート見せてくれへんとか、でも宿題やったら答え見せてくれへんみたいな、そういうくれくれ星人ですね。マジで関わるといいことないです。そう。だからこそ、本当にこういう人ね、距離感届けた方がいいなっていうふうに思います。なんか、だからめっちゃ偏見やけども、お金にも結構なんか、せこかったりとかするので、お金関係のトラブルなんかも引き起こしやすいタイプの人かなっていうふうに、勝手に思ったりしてます。なので、くれくれ星人ね、まあ、これも人生ロングスパンで見ても、絶対遠ざけた方がいい人種かなとは思いますね。はい。三つ目、はい、学歴至上主義論者っていうことでね。こんな日本語はないんですけど。めちゃくちゃ言いやすい日本語なんで、みんなちょっと3回ぐらい言ってみてほしいんですけども。学歴至上主義論者。そうそう、言いやすいんでね。言いにくいなはい、ということで、まあ、まあこれ結構みんな一番陥りがちかなっていうふうに思います。やっぱり高校生とか、まあ学歴は大事だぞっていうふうにね、まあまあ普通の人もたまに言っちゃうんで良くないなと思うんですけども、別に学歴って高学歴なんですよね。まあそれは言ったら就職のフィルターっていうのもどんどん薄くなってきてるっていうのもありますし、別にじゃあ東大行ってるから偉いんかって言ったら、確かに学校の勉強はできるかもしれないです。別に偉い人が偉くなるわけでは決してないんですよね。だからそういうふうに学歴があるからこそ偉いわけでは決してないです。これはもう事実としてね。そう。じゃあ東大行ったからって人助けたわけでは別にない。
ないですしね、言っちゃえば。そう。だからこそ、学歴至上主義論者には陥らないでほしいなというふうに思います。みんな、笠木村が言ってんのは、まあみんな基本偏差値からこう大学行ってると思うんですけども、結構自分がやりたいこと何かっていうのを自己分析して大学決めてくださいねっていうことを言ったりしてます。だから自分のやりたいことベース、まあもちろん偏差値もそれについてくるのはもちろん仕方がないことやとは思うんですけども、やりたいことでっていうのはね、結構大事かなっていうふうに思うので、学歴っていう人は結構ストレスになってくるんでね、そこも距離感遠のけた方がいいかなっていうふうに思ったりはします。ただ、うん、一個面白いのが、ある会社さんのデータで、受験値励まされた YouTuber ランキング1位は勝手 TV、2位かさにまろってなってるんで、まあ、これも人によるんかなっていうね、ことは思ったりするんで、そうですね。だから YouTube のコンテンツに関しては、自分が若手 TV 見てモチベーション上がるやったら見たらいいと思うし、うん、下がるんやったら見んかったらいいと思うし、いやと思います。うん、まあ、それはかさにまろはもちろんそうよ。かさにまろ見てモチベーション下がったらちょっと悲しいけども、そこはね、うまく使い分けてほしいなというふうには思います。そうですね。まあ、その受験っていうフィールドが向いてる人と向いてない人っていうのは実際いるんで、でもその向いてる向いてないで自分のね、人間的な価値が決まるわけじゃないじゃないですか。それでめちゃくちゃ仕事ができるかもしれないし、仕事ができなかったとしても雰囲気貢献で、なんかそいつがいてくれるだけで、なんかその場が和むからいてくれた方が助かるみたいな、人間の良さなんて、その学歴でね、あんまり決まってこないので、なんかそういうので、なんかすごくプレッシャーをね、感じる人は、やっぱりそういうのは遠ざけた方がいいし、逆に学歴っていうフィールド、受験っていうフィールドがすごく向いてるぜ、受験結構楽しいぜっていう人は、やっぱりこの学歴っていうのは、すごく意識した方がモチベーションが湧くこともあるんでね、ここはまあケースバイケースですね。はい。じゃあ丸4番行きましょう。寄り添いのない正論マンということで、マンつけとこうか。寄り添いのない正論マンということでございます。これどういうことかっていうと、まず皆さん心理学用語とか哲学用語で、カタルシスっていうのをね、ご存知でしょうかということなんですけど、カタルシスね。カタルシスってのは何かっていうと、僕、現代文単語帳をね、作ってるんですけど、それの説明に完全に一致させると、自分の感情を表現したり、してもらったりすることで、感情が浄化されるっていうことですね。要は今現段階としてネガティブな感情だとします。で、このネガティブな感情を自分で表現する、例えば誰かに相談するとか愚痴をこぼすとか、これによって自分の心が晴れるっていうのがカタルシスで、もしくはその自分の言語化能力としてそういうのが難しい時に、例えば本を読みますとか悲しい音楽を聴きますっていうので、自分の感情を表現してもらうことによって浄化するっていうのがカタルシスっていう風に言うんですよ。で、辛い時とか相談したい時とか愚痴りたい時って、このカタルシスを求めてるんですよね。なので、例えばなんか相談した時とか、こういうことを愚痴ってみたっていう時に、まあそれはなんかもうちょっと勉強時間を増やした方がいいんじゃないとか、そのなんか参考書なんかもうちょっといい参考書があるよっていう風に、これもちろん向こうは善意でやってるんですけれども、そういう正論を言ってくる人っていうのは近寄らない方がいいとまでは言わないですけれども、相談とか愚痴をこぼす相手ではないだろうなっていう風に思います。なので、その他人の、要は自分の感情とか状況に対する配慮がないっていう人に対しては、やっぱり愚痴とか相談とかもこぼさない方がいいし、特にこれ直前期にこういう友達がいるとやっぱりしんどいかなっていうふうに思います。なので、こういうなんか愚痴とか相談とかをね、吐く相手っていうふうなのは、極力メンタルの弱い相手にするといいかなというふうに思います。メンタル強い人ってこういうのすごく共感できないんですよ。で、それがメンタル強い人の弱みなんですね。で、逆にメンタル弱い人の強みっていうのは共感力があるっていうことなので、やっぱそういう人に対して自分のね、言葉をぶつけた方がおいおいいいかなというふうに思います。いいね、100も今のもう全て激しく同意ですね。本当にそうだよ。うん。それがね、善意なんかね、結構ね、難しいところなんですよね。そうなんですよ。そう。別に正論が悪いわけではないんだけどね。うんうんうん。まあ、相談する相手としてって話ですね。そうですね。で、最後、5つ目。めちゃくちゃイチャつくカップルです。はい、これ、結構、もういつも言ってるんですけども、これも結構もう、害悪です。事件において。もう、許され。ほんまに。まあね、不協和もいつもよくする話あるんですけども、学校の教室ね、不協和と、まあ、放課後で、まあ、課外授業みたいなのあったりするじゃないですか。うん、まあ自習室っていうのがあったんで、私もとよく自習室とか図書館で勉強したんですよ。帰って、教室帰ってくるじゃないですか。じゃあなんか、学校の机をこうくっつけて、くっつけて、くっつけて、なんかベッドみたいなのにしてたんです。で、寝転がってるんですよ。うん。はってなるじゃないですか。そしたら勉強して、ああ、やっと教室帰ってきた、もう帰ろう帰ろうってなってる時に、めちゃくちゃイチャついてるんですよ。もうめちゃくちゃ不愉快。もうその日が不愉快な気分になります。なので、めちゃくちゃイチャついてるカップルは、もう遠ざけた方がいいですね。もう遠ざけようがなかったなっていうのは思ったりすんねんけども。で、ちゃんとめちゃくちゃイチャついてるカップル落ちてたんでね。そらそうやんな。勉強時間少ないねんから。そう。だからこそ、
ね、そういう人にも会ってほしくないし、そういう人は遠ざけるっていうのは大事かなというふうにね、思ったりはします。ね。で、逆にじゃあ、恋人が今いるんですけど、別れた方がいいですかっていう、それに関しては、フチノトウは別に別れなくていいんじゃない派なんですよね。これなんでかって言ったら、現状維持の方がいいと思うんで、基本的にはね。環境を変えるっていうのは、もちろん上がる可能性もあるけど、下がる可能性もあるんで、そういう意味では、今の環境で偏差値が順調に上がってるのであれば、別に全然変える必要はないかなっていうふうに思うので、まあそこはうまくね、まあ会う頻度を調整するとかしたりはしたらいいかなというふうに思います。うん、ただ迷惑をかけてね、なんかなんだろうな、人を不快にさせるような行動っていうのはね、やめた方がいいかなっていうのが正直なところです。はい。というのがね、どっちに対してもね、言いたいというか、ストレス受ける側とストレス発信する側、ストレスターの方にもね、メッセージをね、伝えさせていただきましたけれども、まあ、この人間っていうのは、まあ、最終的には距離感ですから、この人とはこういう距離感が良いだろうとか、この人とは結構近づいた方がいいだろうっていう、この距離感で自分のね、この人間関係をうまく構築していただいていただければいいので、距離感、この漢字3文字、今日覚えて帰ってください。距離感、距離感。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今まで頑張ってきた時間が